Gundam Info.何をおっしゃってるんですか、皆様。この後に及んで撃たなきゃ勝てないでしょうが、この戦争。青き正常なる世界のために。あのげナチュラルども、覚悟、たとえ一つでもプラントに落としてはなりません。撃たれる言われなき人々の上にその光の刃が突き刺されば、それはまた果てない涙と憎しみを呼ぶでしょう。思い知るがいい、ナチュラルども。この一撃が我らコーディネーターの創世の光とならんことを。たどり着く場所さえもわからない、届くと信じて今思いを走らせるよ。最大出力の 60% で勝者。敵主力艦隊は半数を。さすがですが、ザラ議長閣下、ジェネシスの威力、これほどのものとは。戦争は勝って終わらねば意味がなかろう。クラズダミッツ、応答せよ。 LSS をやられてるんだ。緊急着艦の許可を。ペンドルトンは艦長。少佐、バシルール少佐、これは浮き足立つな。残存艦の把握急げ。機関ワシントンはどうなっているか。ワシントンの識別コード消滅しています。クルックおよびグラントも応答ありません。信号弾撃て。残存の艦隊は
現地域を離脱する。本艦を目標に集結せよ。我らが勇敢なるザフト軍兵士の諸君。ナーミアス艦長、こちらも一旦引くしかない。持ってす前期よいこせ。傲慢なるナチュラルどもの暴挙、これ以上許してはならない。プラントに向かって放たれた核、これはもはや戦争ではない虐殺だ。そのような行為を平然と行うナチュラルどもを、もはや我らは決して許すことはできない。アンチビーム爆雷発射、取り返し40。ロアングリン1番2番敵の先方を狙え。発射と同時に取り返し80。てする意志のないものを。やめろ。新たなる未来、創世の光は我らと共にある。フリーダム、ジャスティス、この光と共に今日という日を、我ら新たなる人類コーディネーターの輝かしき歴史の始まりの日とするのだ。今までのたくたやってたあんたたちトップの怠慢だよ。艦長、チャーチルより救援要請です。分かった、すぐに向かうと返信しろ。おい、ふざけたこと言うな。救援だ、なんでこの船がそんなことすんだよ。アズラエル理事、しかし無事な艦はすぐにもサイドの総攻撃に出るんだ。そんなことより補給と整備を急げよ。そんな無茶です。現在我が軍がどれだけのダメージを受けているのか、理事にだってお分かりでしょう。月本部からすぐに増援も補給も来る。君こそ何を言っているんだ。状況が分かってないのは君の方だろうが。あそこにあんなもの残しとくわけにはいかないんだよ。何がナチュラルの野蛮な核だ。地球を撃てる奴らのこのとんでもない兵器の方がはるかに野蛮じゃないか。そしてもういつその照準が地球に向けられるかわからないんだぞ。撃たれてからじゃ遅い。奴らにあんなもの作る時間与えたのはお前たち軍なんだからな。無茶でも何でも絶対に破壊してもらう。あれとブラント、地球が撃たれる前に。発射されたのはガンマ線です。宣言には核爆発を用い、発生したエネルギーを直接コヒーレント化したもので、つまりあれは巨大なガンマ線レーザー砲なんです。地球に向けられれば強烈なエネルギー輻射は地表全土を焼き払い、あらゆる生物を一掃してしまうでしょう。撃ってくると思いますか、地球を。極
強力な遠距離大量破壊兵器保持の本来の目的は抑止だろう。だがもう撃たれちまったからな。核もあれも。どちらももうためらわんだろうよ。戦場で初めて人を撃った時、俺は震えたよ。だがすぐ慣れると言われて、確かにすぐ慣れた。あれのボタンも核のボタンも同じと。違うか。人はすぐ慣れるんだ。戦い、殺し合いにも。兵器が争いを生むのでしょうか。それとも人の心が。核にもあの光にも絶対に互いを撃たせちゃダメだ。そうなってからじゃもう全てが遅い。211航宙師団の指揮は以後マグサイサイが取る。第15空母軍の残存艦艇はハインラインの信号座標に集結せよ。以後第3空母軍に転入とする。ミラーブロックの完走はあと1時間ほどであります。急がせろ。地球軍に動きは未だありませんな。月基地にも戻らずまだ頑張っているか。奴らも必死でしょうから、あの威力を見た後では。おそらく補給増援を待っているのでしょう。こちらから仕掛けますか。そのようなことをせずとも2射目で全て終わる。我らの勝ちだ。では地球を。月基地を撃たれてもなお奴らが抗うとなればな。母上、イザーク。ずっとこちらに。ええ、大事な局面ですから。間もなくジェネシスの2射目が行われます。そうすればこの長かった戦争もようやく終わるわ。あなたも連戦で疲れているだろうとは思うけど、あと少しです。はい。未来は私たちのものよ。母上、2射目の勝者。シェザリア様。では無茶はしないで。あなたの隊は後方に回します。母上、あなたの仕事は戦後の方が多くなるのよ。第7機動艦隊との合流点まであと1750。ジェネシスは連射が効かないのが唯一の救いです。おそらく一射ごとにこのミラーを交換しなければならないのでしょう。だが本体はフェイズシフト走行。その前には夜勤ドゥエと何重にも張り巡らされた防衛線だ。地球軍も総力戦で来るだろうが、こりゃ容易じゃないぜ。ミラーの交換に要する時間は。二射目の照準は月か、それとも。地球軍はまた核を撃ってきますよね。ええ。帝国です。全艦発進準備完了。発進。地球軍艦隊進撃を開始します。全艦発進準備。繰り返す。全艦発進準備。ラックス。これを。
なんだ。いや、今度は私も出られる。パーツのまま持ってきたストライクルージュがどうにか間に合った。え？じゃあな。ちょっと待って、カガリ。ありがとう。帰ってきてくださいね。え？私のもとへ。ヤクスも気をつけて。ギラ。出るって、ストライクルージュ？なんだよ、モビルスーツの訓練は受けている。アストレイの連中より腕は上だぞ。いや、けど。できること、望むこと、すべきこと、みんな同じだろ。アスランもキラもラクスも私もさ。カガリ。戦場をかけてもダメなこともある。だが今は必要だろ、それが。そんな顔するな。私よりお前の方が全然危なっかしいぞ。え？死なせないから、お前。カガリ。弟かもしれない、あいつも。弟？ん？兄さん、じゃなくて。ありえん、あいつが弟だ。そうだな。カガリに会えてよかった。アスラン。君は俺が守る。ベルナール戦闘群、フォーメーションノーチラスにてアルファセッターに展開せよ。照準てー両軍、戦闘開始しました。ジャスティス、フリーダム、出撃スタンバイ。ストライクルージュ、パワーエクステンダー、クロー正常です。パイロットがルーキーです。くれぐれも支援 AI の確認願います。ジェネシスとガクト、戦いながらどっちも捨てけったってさ。じゃあやめれば。おい。嘘よ、ごめん。気をつけて。サンキュー。核を持った別動隊がいるはずだ、そいつを探せ。そりゃないかと思った。何にだよバカ。モビルアーマー乗りだった。ええ。大丈夫、俺はすぐに戻ってくるさ。勝利とともにね。照準ミラーブロック完走、まもなく終了します。目標点入力。月面プトレマイオスクレーター、地球軍基地。目標点入力開始。座標、月面プトレマイオスクレーター、地球軍基地。やつらの増援艦隊の位置は？グリーンアルファ5マーク3であります。我らの勝ちだな、ナチュラルども。第7中域突破されます。あとわずかだ、持ちこたえさせろ。
では私も出ましょう。ああ。クルーゼ、これ以上の失態許さんぞ。エターナルを撃てなかった貴様の責任においても、奴らにプラントを撃たせるな。アスランを撃つことになってもよろしいので。かまわん。了解しました。では。オレンジ25、マーク12、アルファ2、ドミニオンです。モビルスーツ、発進してください。全艦、モビルスーツ発進。ルーナフラガ、ストライク、出るぞ。ストライク発進、バーク。リアカエルスマン、マスター、発進する。マスター、発進、バーク。ストライクロージュ、行くぞ。アスランザラ、ジャスティス、出る。キラヤマト、フリーダム、行きます。ミーティア、リフト。カウントダウン開始。射線場の全軍に退避勧告。理論はお分かりと思います。ああ、使ってみせるさ。あの男にできて私にできないはずはない。ラウル・クルーゼだ。プロビデンス、出るぞ。 N ジャマーキャンセラー起動。ニュークリアカートリッジに接続。全システム接続オールグリーン。発射。戻りえぬ時、そこが暖かく見えるのは今立つ場所の虚しさを知るからか。ただ敵としか知らぬ者たちの狭間で揺れる心は、命また空に散るならばせめてその意味を。次回、機動戦士ガンダムシード、終末の光。その方か切り裂けガンダム。完成品アクションフィギュアブランドロボット魂バージョンアニメシリーズに新展開。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ。バージョンアニメで培われた可動性能と多彩なエフェクト表現を継承し、機動戦士ガンダムシードの物語が今よみがえる。第1弾となるストライクガンダム、始まりの期待をバージョンアニメならではの独自機構で商品化。数々のエフェクトパーツが劇中のシーンを高い解像度で再現。あまたの少年少女を熱中させたあのドラマがバージョンアニメシリーズの最新技術によってよみがえる。
同時発売となる高機動戦闘用ストライカーパックエールストライカー、翌月発売のザフト製量産型モビルスーツジン。まだ見ぬライバルたちと共にコズミックイラの歴史が再び幕を上げる。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ、2022年9月より展開スタート。令和の大地を駆け抜けろガンダム。1979, the Mobile Suit Gundam series made its broadcast TV debut. Over 50 series of theatrical and original video animations have been produced and have reached audiences through the globe. And now the world-famous robot anime is in the palm of your hands as a figure. From Tamashii Nations comes the pre-assembled figure series Gundam Universe. Presented in the international standard 6-inch scale.With its durable structure, dynamic action poses are easily recreated. Amazingly sculpted parts showcase perfect symmetry from any angle. Gundam Universe. A continuous new lineup in a collectible price.